30分に多少動くでいます。今シーズンは GHC タッグタイトルをかけたトーナメントが行われました。その1回戦、斉藤明俊はあの健太に声をかけまして、大阪大会高山佐野との1回戦を戦いました。まず塩崎豪がリングイン、そしてその健太とのタッグパートナーシップはあの高山佐野との見事な一段戦、惜しくも敗れはしましたが、改めて斉藤明俊ここにあり、その存在感を示した秋の陣でした。斉藤です。斉藤明俊は健太とのコンビで高山佐野組には敗れました。そしてその今日斉藤のパートナー塩崎は本田多門と組んで次期シリーズ1回戦を迎えます。そして対する赤コーナーです。おーっといった、斉藤と今塩崎がゴングの前から試合を仕掛けました。ダブルのショルダータックルで今滋賀健太郎を倒していきました。さあ田上が場外に取り残され、リングの中まず塩崎、そして今度は斉藤連続のエルボー、早い勝負を仕掛けるが斉藤が肩車ました。そして今度はリングの中に後ずさりして、今度は塩崎ミサイルキック、滋賀健太郎が危ない位置から落ちました。危ない角度で落下しています。たまらず今田上もリングの中に入りました。そして今度は標的は田上、しかし今度は塩崎現役、おーっとフライングクロスチョップ、決して足は高く宙に浮いてはいませんでしたが、さあそして今度は塩崎の逆水平、おーっとエルボー、おーっと田植え場外です。まあ、この日本武道館といいますと田植え人気が非常にこのところ高いんですが、今のフライングクロスチョップもその乗っている田植えの一つの証拠かもしれません。さあゴングの前に斉藤そして塩崎の2人が仕掛けました。さらに今場外では滋賀健太郎が鉄柱攻撃を受けました。よし行け。さあ塩崎に試合を託します。逆水平チョップがいい音を響かせて滋賀健太郎の胸板を襲います。ロープに飛んで、おーっと、まあ、このチョップの音を聞きますと、まあ、小橋健太の復帰が非常に待たれるところではあります。その小橋健太の愛弟子塩崎豪の見事なチョップの音、日本武道館に響きました。そして今コーナーに打ちつけて斉藤は一勝リングの中に招き入れます。そういえば先ほどゴンが鳴る直前にちらっと映りましたが、今日は日本武道館にはこの滋賀健太郎が入場の際に身につける黄色い T シャツ、パンチでレートの T シャツを着たいわゆるパンチ軍団が場内の一角を陣取っています。さあパンチパーマ、その頭をかきむしりながら斉藤は人志に向かっていきます。さあそして今度は田植がリングの中に入りました。さあ田植明も歌っていることでしょう。今日は試合の序盤からフライングクロスショップも出ました。ノリに乗っている武道館の田植明です。ビッグブーツハイキックです。この田植は諏訪とのコンビでダグ・ウィリアムス、ナイデル・マッキネスを下しまして、このタッグトーナメントは1回戦突破しています。 11.26 札幌で高山佐野組との準決勝ということになります。さあリングの中には塩崎です。この塩崎は本田多門と組んで 11.20 新潟大会でまだ発表にはなっていませんが、他団体のチームとの1回戦ということになります。果たしてこの2006年
締めくくりでこの1日タッグのタイトルを手にするのはどのチームでしょうか。さあ逆水平の打ち合い、おっとこの高さが田上明です。やはりでも胸板は相当響いていました。素直な田上明です。さあダブルで飛ばしてクロスライン、まだ胸を押さえている田上明です。さあパンチの兄貴が入りました。滋賀健太郎です。 10.2 広島大会で川端を相手にハードコア初防衛に成功しました。30分一本勝負で残り13秒、引き分けだったら王座防衛というところで踏みとどまりました。あ、こちらにもいました、パンチ軍団の構成員です。こうやって武道館を見つめていますと黄色い T シャツ姿のファンの皆さんがそこかしこに見受けられます。まあ、そういった意味ではこの滋賀県太郎のパンチ軍団増殖計画は見事に成功ということが言えます。自慢のパンチパワーに攻撃を加えますと滋賀県太郎の怒りの攻撃倍増で返っています。さあ今塩崎を花道に落として田上が待っていました。田上花道 DDT、 硬いこの花道の上での DDT になりました。さあ田上が192センチ120キロ、大きな田上明が花道で花道から戻しました。いやこれは花道の硬い床ではないにしてもあの高さから落とされるというのは非常に厳しいものがあります。さあ顎を捉えて鼻をつまみます。今度は逆方向、足を絡めて塩崎が身動き取れない状態で顎を捉えていきました。下から懸命に田上を見つめ、なんとか打開しようという姿が見えましたが、パンチコールでしょうか。今局地的にパンチコールが起こりました日本武道館です。田上に行った、相手をするのは非常に厳しいでしょう。このように今返り討ちに遭いました塩崎豪です。ブレインバスターで投げました滋賀健太郎、川合入ります。この斉藤もコーナーからあまり簡単には救出にはいきません。塩崎にある程度、いやほとんどの部分自力で返すよう、そう促すようなそんな青コーナーの斉藤は一つ姿です。さあ毛先チョップです。先ほどはもうこの塩崎のチョップで田上のもらえた、おっと脳天にも行きました。チョップの裏にはチョップで晴らします。田上明ロープに飛ばしてハイキックはかわした、ダイビングショルダー、この辺りにも小橋健太の魂が宿ります。さあショルダータックル斉藤は一つリングの中ラリアットカバーに行きます。斉藤は等しです。膝蹴りを入れてかかと落としか、かかと落とし2カウントです。投げようかというところは後ろからシガーカット、おー田上通り投げました、おーっと、うわーやっと、それは狙ったのか、あるいは偶発的なのか。斉藤は一つの表情はしてあったりですが、おお下から思わぬ攻防2連発でありました。政権好きが局部を捉えたと思えば、今度はパワーボーに行こうというところを今度は田上反撃でした。さあ顎を砕きます、バックに回る
エルボーを落とした、後ろに回った、抱え上げてバックドロップは立ち上がった。おっとちょっと内勢を崩しました。翔健太郎回して足に払われました。今度は塩崎をリングの中、高いドロップを見せました塩崎。カウンター2です。逆水平、小橋が帰ってくるまでの間、このチョップの音を引き継ぐのはやはりこの塩崎豪ということは言えるでしょう。うおっと腕を絡めて、さあ万字固めに入りました。しかしここは力任せに塩崎がカット、トラスキックアゴを捉えた下から立ち上げてフィッシャーマンズスープレックス。さあ今度は斉藤が田上を場外に落とした、2カウント。さあ今度は斉藤塩崎の連携が出そうです。志賀をコーナーに振ってまずジャンピングに、体勢崩れたところに膝、斉藤は日立の膝が入りました。フライングメーラーで倒して、今度はセカンドロープからダイビングにドロップです。田植えがカットに入りますが、また今度は斉藤と田植えの攻防は顔面をかきむしり、斉藤を場外に落とします。田植えは深追いはしませんが、さあ今度は反対側ニュートラルコーナーでは塩崎、サポーターを外している、その膝失敗、自爆です。田植えに今顔面ハイキック、そしてその今度は膝を捉えられて STF、 さらに反転しますと滋賀締めの体勢に入りますが、まず STF でこの滋賀健太郎が塩崎号を捉えている。ロープに近づく、ロープを掴んだ塩崎です。あそこから体が仰向けになりますと滋賀締めになるんですが、そこまでは塩崎も許しませんでした。足で迎撃塩崎号。さあ今度は音、ここから塩崎はローリングクレイドルに行けるでしょうか。いった、来ました。日本武道館のリングの中をくるくる回りますこのローリングクレイドル。さあそして体勢離れて、ゴールを振り抜いた、至近距離からのラリアット、まるで小橋健太郎を見ているかのような至近距離からのラリアット。今首筋のあたりを志賀が抑えています。確実にダメージは残りました。ムーンサルトか、いやお互いに一つムーンサルトの体勢、ムーンサルトもです。ちょっと奥まで行ってしまったでしょうか。後ろからタイムカット、小橋健太フルコースの塩崎号です。タイムがゴロンと転がされてしまいました。さあリングの中は志賀健太郎、そして塩崎号、バックに回るジャーマンの体勢は腕を取った志賀健太郎、取り返してバックロープに走って塩崎号、足で迎撃、今度は逆さ押さえ込み丸めた、肩を上げて塩崎かわして、さあ丸め込んだグラウンドのコブラツイストで3つ取りました。兄貴が取りました、自らの頭パンチの部屋、その頭を抑えました。今場内に出ておましたパンチ軍団、そのパンチ軍団もご満悦の表情を浮かべています。最後は頭脳の差、切り返しの差でありました。ちょっとあっけに取られる表情の塩崎号です。あそこまで追い込んでいながら、そして今志賀が首筋を押さえているように、あのラリアットは確かにダメージを残しましたが、最後の詰めの一手、茨城パンチ軍団でしょうか、かなりの皆さんがこの日本武道館の客席に陣取っています。その滋賀健太郎が自らの頭を抑える、その頭脳的なプレーで塩崎からスリーカウントを奪いました。しかし滋賀の体に残ったダメージは、すなわちそれは塩崎のここまでの成長です。チョップにパンチにラリアットにムーンサルトに小橋の技は全て出しました。しかしあと一歩超えなければいけない塩崎号、自らの力を探す旅は次期シリーズからも続きます。
滋賀県太郎がグラウンドコブラツイストでスリーカウントを奪いました。第5試合30分日本勝負は滋賀県太郎、今日は場内のパンチ軍団の応援に応える見事な切り返しのスリーカウントを奪いました。さあ塩崎の悔しさは次期シリーズ本田と組んでタッグトーナメント1回戦まず突破なるかというところに大きな注目が集まります。